ございます。本日はですね、千葉県に来ております。千葉県のオーパビラージュさんという宿に来ています。まずは前回の動画を概要欄 URL よりご覧いただけたら嬉しいです。前回はですね、こちらのお宿さんの紹介ですね、全体的に散策してみて、いろんなお風呂とか、お風呂がね、ただ全然空いてなくて見れなかったんで、今回の動画はお風呂入れたら入って、夜ご飯食べて、夜の、こちらの宿がどんな雰囲気になるかというのをお見せしたいと思います。とりあえずゆっくりしてからまたお風呂入れたら入ってみようかな。ハーブ風呂空いてましたね。まだタオルとか持ってきてないんで入れないですけど、こんな感じです。おしゃれー、ワイン風呂みてーなー。ハーブ風呂のところに休憩所ありましたね。ハーブの香りとワインの香りがすごいよ。くっそ、マジで開かねえんだけど。ハーブ風呂さっき入っちゃえばよかった。どうだこれ、温泉空いてるから見てみよう。温泉空いてた。どんな、あ、広、すごい。洗い場もついてて、あ、なるほど、蓋が閉まってるんだ。この温泉っすよ、すごい綺麗。入ります。温泉入ってきました。すごいな、ここ。めちゃめちゃコスパいいんじゃないですか？素泊まりだと。温泉2つあって、で、その他、3つか。変わったお風呂でしょ？ワイン風呂マジで入りたい。入れるかな？一回行ってみて、無理そうだったらまた部屋戻ってきてみようかな。うわ、マジですごい、ここ。やべえ、ワイン風呂空いてた。ワイン風呂ね、まだ見てないんですよ、どんな感じか。見ましょうか、一緒に。やった、うわー、すごー、入りまーす。真っ赤っかやん。ワイン風呂が結構暗くて、奥に樽があるの見えますか？あそこアップしたらおそらくぼやけちゃうんだけど、見ます。あー、ぼやけちゃうね、やっぱり。ハーブ風呂も空いてたので来ちゃいました。こっちもちょっと入りますか。最後にこちらも空いていたので、もうのぼせちゃうんで入んないですけど、中だけ見てみますか。これもまたおしゃれ。あんまり立っちゃうと湯気で持っちゃうけど、おしゃれですね。入ろうかな、入ろう。部屋戻ってきました。何箇所入りました？ワインとハーブと深層水と温泉露天風呂か。4箇所一気に入ってしまいましたね。今日はゆっくりすると決めたのに結局慌ただしくなってしまってる。で、今が4時半ぐらいなんで寝るかな。ちょっと疲れてきたな。結局また外の雰囲気を取ってきて部屋に戻ってきてコテンとしました。夜はどんな雰囲気になってるんでしょうね。ここに来てよかったとすでに思えてますね。そして、
こっから素泊まりだから、お店を探しに行くっていう行為をしないで、マジでよかった。今日はノコギリ山行ったから、ほんと疲れた。ヤマトのテイクアウトが楽しみですね。では軽く仮眠取ります。おやすみなさい。現在午後6時過ぎました。結局眠れずお腹空いたので、ご飯食べます。その前に外が暗くなったので外の様子見に行きますか。夜の建物の雰囲気です。いいっすね。まだ奥の方明るいじゃん。あー、これ夏だったらこれぐらいの時間までプールとかで泳いでる人いるのかな。ああ、今頃時間的にここで夜ご飯食べる人はもう行ってるのかな、レストランに。雰囲気めっちゃいいやん。これ夏の夜バージョン見てみたいな。もうお腹空いてさらに寒いので、部屋でお寿司食べます。本日の夜ご飯、大和さんのお寿司です。これうまそうすぎる。贅沢すぎるだろうこの夜ご飯。乾杯。うますぎる。ネタがでかいしほんと美味しい。見て、大トロ真っ白。いただきます。うん、溶けちゃう。この中トロもすごいな。アナゴもうまい。うん、うますぎてもう10分ぐらいでなくなりそうになったので、ここからペースを落としながら楽しみます。ごちそうさまでした。30分くらいで結局食べてしまいましたね。現在の時刻がまだ6時50分ということで、すごく暇ですね。そぶそと、あえてタバコを吸いに外へ出てみました。今ここで夜ご飯を食べている方はどんな美味しい料理を食べてるんでしょうかね。相当寒すぎた。露天風呂気持ちいいだろうな。まださすがに早すぎるのでもうちょい、飲もうかなと思います。いいっすね。旅行行ってテイクアウトの寿司食って、セブンイレブンで枝豆買って飲むという、最高じゃないですか。マジで旅行先でこの番組を見る機会多い。腹いっぱい。そして少し酔ったな。でまだ8時半なんすよね。飯食い終わる時間が早いと長いな一日が。おはようございます。現在朝7時です。ご飯食べて、ゆっくりしていたら午後9時くらいから、寝てしまいました。また深夜の夜の露天風呂、温泉露天風呂入れなかったので、今から朝の露天風呂入りに行きます。片方起きましたね。いや最近なんで夜寝ちゃうんだろうな。ほら聞いてます。
では入ります。気持ちよかった。やはり朝の露天風呂最高だ。多分一番人気あるんじゃないかな、やはり温泉露天風呂がね。そしてきっと今頃朝ごはんを皆様食べてると思いますので、私も豪華な朝ごはんを食べようかな。本日の朝食はコーンスープと大きなクロワッサンを買いました。美味しそう。ごちそうさまでした。ペロリと平らげました。まだ7時40分か。古典としてまたお風呂入ろうかな。どうしようかな。チェックアウトの準備します。外ぶらついてたら体が冷えたので最後に深層水入ります。それではチェックアウトしますか。なんか名残惜しいな、帰りたくないな、もう一泊したいな。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。オーパービラージュさん、奥に見える高台に登ってですね、畑の景色を撮りながらエンディングを迎えようと思ったんですけど、凍結の可能性があるということで入りませんでしたね。正直言いまして、前回に続いて自分が今まで素泊まりで泊まった宿泊施設の中では間違いなく上位に入るコスパの良さでしたね。まずは雰囲気、建物の雰囲気、施設の雰囲気と貸し切り風呂の多さで、温泉がねあると思わなかったんですよね。そこが驚きました。今回は素泊まりだったので食べてませんけれども、夕食朝食もすごく美味しくて楽しみに来る方も多いそうなのですごく気になりますね。だけどね、ヤマトさんでのテイクアウトの寿司もマジでうまかった。店舗でまたゆっくり食ってみたいですね。でちなみにこちらの施設は12歳未満は入れないそうなので、ゆっくり静かに過ごしたい方はすごくおすすめです。立山のこの辺りの雰囲気もすごく良かったので、マジで来てよかったです。また絶対リピートします。というわけで皆様、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。